第四回十字軍、第四回十字軍、第四回十字軍、1202年から1204年は、インドケンティウス参戦によって呼びかけられ、フランスの諸公とベネツヤアを中心として行われた十字軍。当初の目的であった聖地には向かわず、キリスト教国の東ローマ帝国を攻略し、コンスタンティノポリス、コンスタンティノープル、ケイスタンブールを陥落させ、略奪。 殺戮の限りを尽くしたため、最も悪名の高い十字軍として知られる。東ローマ帝国を一旦滅亡させたため、この地域のキリスト教国家の力をそぎ、後のオスマン帝国による東ヨーロッパの大部分の支配の伏線の一つとなった。通常は1453年のコンスタンティノープル陥落をもって東ローマ帝国が滅亡したとされるが、この第四回十字軍で、 東ローマは実質的に滅亡したと見る歴史家もいる。1198年、主要な国王が参加しながら、あまり成果のなかった第3回十字軍から10年経ち、ローマ教皇インノケンティウス3世は、新たなる十字軍を呼びかけた。各国王はこれに参加しなかったが、シャンパーニュで開かれた馬上や理事会、トーナメントにおける勧誘で、シャンパーニュハクティボを賛成。 ブロア博を中心とした有力なフランス貴族が参加を決、その後、フランドル博ボードアン旧世等が加わり、70人以上の諸侯、騎士の参加を得た。シャンパーンュ博が指導者になり、具体的な遠征計画を立てるための代表者として6人の騎士が選ばれ、その一人が詳細な記録を後世に残したジョフロアド・ビルアルドアンである。彼らが決めた方針は、 イスラム教徒の本拠地であるエジプト、IU 部長のカイロをカイロから攻撃するというもので、その輸送をジェノバやピサにも呼びかけたが、結局ベネツィアに依頼することに決まった。ベネツィアは単に輸送を担当するだけでなく、元首、ドージェ、エンリコ・ダンドロ自ら参加することになった。1200年にティボーが病死したため、新たにモンフェラートコーボニファー・チョイッセイを指導者に選出した。 一方、シリアとパレスチナを支配していたアイユー部長は、エルサレムへの武装巡礼団が時々、ベイルートなどの沿岸都市を襲うため、イタリア諸都市に対し西洋人の武装勢力を運ばせないようにす協定を行おうとしていた。1202年、アイユー部長の王で、サラー・フッティンの弟アルイコール・アーディルは、互いに貿易相手として重要な関係にあったベネツィア元首、 エンリコダンドロと協議し、以下の協定を交わしている。ベネツヤは、十字軍との契約も、IU 部長との協定も、同時に守るべく行動していた。1201年に十字軍参加者は、ベネツヤに集結し始めたが、予定した3万人の約1、3しか集まらなかった。このため、参加者の有りを全部集めてもベネツヤに支払う船賃が大幅に不足し、 出港できなかった。そこでベネツィア側との協議の結果、かつてのベネツィア領で当時は、ハンガリー王保護下にあったザラ氏、現在は、クロアチアの都市ザダルを攻略することで、フナチンの補填とすることにした。カトリックであるザラの攻略には、十字軍内にも大きな抵抗があったが、結局ザラを攻撃し、数日でこれを降伏させた。知らせを聞いた、インノケンテウス三世は激怒し、 十字軍を波紋にしたが、弁明を受けて、波紋を解いた。ところが、ここに、東ローマ帝国の亡命王子アレクシオスが訪ねて、来て、定位獲得の助力を願い出た。アレクシオスの父は、皇帝イサキオス2世だったが、弟、アレクシオス3世により散奪されてを、正当な定位を回復したいとのことで、見返りとして、20万マルクの支払い、 東ローマ帝国の十字軍への参加、東西教会の統合を提示した。モンフェラートコートベネツィアはこれに賛成した。あらかじめ知っていたと思われる。他の十字軍主は躊躇し、一部の者のは別行動を取ったが、結局大部分の者のはこれに同意した。1203年6月にコンスタンティノープルに到着し、アレクシオスを定位につけるよう要求したが拒絶され、7月に 攻撃を開始した。コンスタンティノープルはそれまで数々の攻撃を防いで、北南高府の城塞都市であったが、十字軍はベネツィアの優勢な海軍力を活かして海側から攻撃を仕掛けると同時に陸上からフランス騎士隊が攻撃をかけた。攻防の途中でアレクシオス三世は逃亡し、残された者はイサキオス二世を福井させて城門を開いた。しかし、父、 イサキオス2世と共に共同皇帝として即位した、アレクシオス4世は十字軍との約束を果たせなかった。東ローマ帝国の国庫にはそれだけの金がなく、東西協会の合同にも、正教会側の激しい抵抗があり、即位したばかりのアレクシオスには、新税を課したり、強制したりする力がなかった。十字軍は、約束を果たすよう要求し、また、東ローマ軍や市民との間に、 いざこざが起こり、次第に、両者の中は険悪になっていった。1204年2月に、先帝アレクシウス3世の婿であるムールズフォロスが、イキオス2世とアレクシウス4世を共に殺して、アレクシウス5世を称したことにより、両者は結立し、十字軍は再び、コンスタンティノープルを攻撃することになった。1204年4月に攻撃を開始したが、今度は、東ローマ側も慣れてきており、 十字軍側の苦戦が続いた。しかし、コンスタンティノープル城内には、ベネツィアの居留民が大勢住んでおり、彼らが東ローマへの抵抗に回ったため、東ローマ側も防衛は苦しいものだった。十二日になり十字軍側が城壁への侵入に成功し、これを見たアレクシオス5世は夜更けに逃亡し、代わって皇帝となったラスカリスも抵抗を断念し逃亡した。 東ローマ側は抵抗をやめたが都市に侵入した十字軍はコンスタンティノープルで破壊と暴行の限りを尽くした。アギアソフィア大聖堂に立てこもった者も含めた聖職者、修道士、修道所、市民たちは暴行、殺戮を受け、一般市民、修道所の別を問わず女性たちは交換された。創主教座には、娼婦が座り込んで卑猥な歌を喚き散らした。 死骸のみならず、聖堂や修道院でも略奪が行われ、貴重な品々は持ち去られるか、持ち帰れないものは破壊された、コンスタンティノープル競馬場などの歴史的建造物も,のも略奪、破壊されている。こうしたコンスタンティノープルに対するベネチアと十字軍の暴行は、彼らが東ローマ帝国の信仰を自分たちと同じキリスト教のものであるとは考えていなかったことを示している。 コンスタンティノープル攻撃を東ローマから見た記録としては、コンスタンティノープルを命からがら脱出した政治家、ニケトスコニアテスの著書が詳しい。新たに、ラテン帝国、大戦261年が作られ、皇帝にはフランドル博ボードアン旧世が選ばれた。領土は、ベネツィアやモンフェラート公、テッサロニキ王国等の主要参加諸公で分割された。 教皇はコンスタンティノープル攻撃に起こったが、攻略成功後は東西教会の統合を祝福した。その後、十字軍にエジプトへの出発を促したが、彼らは獲得した領土に居座って、再び出発することはなかった。彼らの多くはシリアやパレスチナより国土が豊かな東ローマの征服に満足していたし、それ以上に現地の反乱や二階や帝国、 ブルガリア帝国の侵攻への対処に忙しく、外政どころではなかった。十字軍による東ローマ攻略を、史学者、堀米洋蔵は、金時計を手にした複数の野蛮人のようなものと、表現している。すなわち、カズトが黄金のケースを、カズトがゼンマ米を、カズトが針を分けるようなもので、各部品が互いに連絡を変えては、機能しないのだと。十字軍領主下で、 バラバラの両方に分割されたラテン帝国が、かつての東ローマ帝国に匹敵するような有力な政治的、経済的存在となることはなかった。一方、東ローマの皇族たちは、帝国周辺の各地に亡命し、小アジア西部のニカイア帝国、小アジア北東部のトレビゾンド帝国、バルカン半島南西部のエピロス先生公国などを建てた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。